ガフニーはアメリカ合衆国サウスカロライナ州北部アップステート地域のチェロキー郡に位置する都市であり同軍の軍庁所在地であるサウスカロライナ州の桃の首都と呼ばれている2010年国勢調査での人口は12,539人だった2014年推計では12,597人となっているチェロキー郡の全体で構成される ガフニー小都市圏の主要都市である。2012年の都市圏人口は推計で55,662人だった。さらに大きなグリーンビルスパータンバーグ、アンダーソン広域都市圏に含まれており、その都市圏人口は2012年推計で1384,996人となっている。1775年にアイルランドのグラナードで生まれたマイケル A ・ A ガフニーが、 1797年にアメリカに移住しニューヨーク市に到着した数年後にサウスカロライナのチャールストンに移転した。1804年ガフニーは再度サウスカロライナアップカントリーに移転しガフニーの交差点と呼ばれることになる場所に酒場と宿泊所を建てた。その場所はノースカロライナ州の山岳部からチャールストンに行く道とシャーロットから ジョージア州に向かう道が交差するところだったので、成長が約束されていた。マイケル・ガフニーは1854年9月6日に、ここで死んだ。1872年、この地域は、ガフニー式と呼ばれるようになった。1897年、ヨーク軍、ユニオン軍、スパータンバーグ軍のそれぞれ一部を合わせて、チェロキー軍が作られた時に、ガフニーがその軍庁所在地になった。 ガフニーはサウスカロライナ州における繊維産業の中心地となり、それは1980年代まで軍経済の背骨であり続けた。人口の増加はそれほどでもなかったが、事業と会社は市域内に入り続け、特に繁華なフロイド・ベーカー大通りと修道105号線沿い、さらに市域内の多くの場所に立地された。しかし、近年、人口の増加は、 地域の外で多く起こるようになった。ガフニーのアップタウンは、週刊高速道路85号線が建設され、企業がこの新しい道路近くに移るようになって、衰退を始めた。ガフニー中心街の近年の改修によって、多くの企業が入ってくるようにはなったが、市の中心部に計画されているものにはまだまだ大きな事業が残っている。最近解体された。 工場跡地に現在開発されている広さ20エーカーの公園など中心街のために多くの計画が発表されている。市役所の隣にプラザが完成し再生された噴水や広大な景色を楽しむことができるようになった。市内のスケート公園、二つの公園、いくつかの子供遊戯場など市の公園体系を更新することに注力されている。2008年、 チェロキー軍歴史、美術館が、カレッジドライブ沿いの歴史あるセントラル小学校の校舎で開館した。この博物館は、チェロキー歴史と保存協会が運営しており、サウスカロライナ州民兵隊の集合点にある。中心街からは、数ブロックの位置にあり、市内で、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定される参加所の一つとなり、地元民や訪問者に、 新しい文化的機会を提供する中で、中心街に、プラスの経済効果をもたらしている。陶器のショー、自動車のショー、ゴーストウォークなど毎年の行事も開催されている。ガフニー氏は近年建築会社と契約して、フレデリック通りとグラナード通りの交差点にある、ガフニー郵便局を改修して、観光案内所と画廊に転換した。中心街には、 大型の文化センターを建設する計画もある。2009年、ダーレン・メイソンが、ガフニー中心街事業協会の会長に選出され、6ブロックある市の歴史地区再活性化について、市の当局と密接に動いている。古い建物を塗り直し、魅力的なテントを使って、メインストリートの古い外観を美化するために、新しいマッチングファンドが重要なものとなっている。 中心街の旧郵便局の対面にある市の駐車場でガフニーステーションファーマーズマーケットが開催されるようになった。6月から10月の毎週水曜日と土曜日に開かれている。同じ位置で高級的なファーマーズマーケットを開催する場所を作る計画もある。昔はそこにあった鉄道の駅を部分的に復元する計画である。これには ファーマーズマーケットの一部を収容するほか、古い駅があった時代を想起するランドマークとする考えでもある。市はシンディグ・アット・ザ・ガフニー・キャビンと名付けたコンサートシリーズを行っている。バンドが週1回演奏しており、春は金曜日、秋は木曜日に行っている。秋の場合は金曜夜に行われるガフニー・インディアンのフットボール試合に影響しないようにしている。 2009年のシーズンは回数も増えて4月から6月まで、秋は8月から10月までとされた。ガフニーでは連続殺人事件が起こってきた。1958年、ガフニーのストラングラーと呼ばれたリーロイ・マーティンが4人の女性を殺した。2009年、12る連続殺人事件で5人が殺害された。ガフニー市内にあるアメリカ合衆国国家。 歴史登録財に指定されるものとして、考古学遺跡 38CK1、三 38CK44、三 38CK45、カーネギーフリー図書館、クーパーズビル鉄工所跡地とズーザミ横ア跡地、カウペンス横ア跡地、ビィニー・デービス・ホール、エレン横ア跡地、ガフニー商業歴史地区、ガフニー住宅街歴史地区、イレーヌ・ミル仕上げ工場、ジェフリーズ亭、 ライムストーンスプリングス歴史地区、マグネスハンフリーズ邸、ネズビットの石灰岩石切り場、セトルマヤー邸がある。2009年夏、連続殺人犯がこの田舎町の住民を殺し始めて、ガフニー市と周辺のチェロキー軍は全国の注目を集めた。最初の犠牲者は、チェロキー軍西部の著名な桃農家であり、6月27日に殺された。 7月1日、83歳の老女と、その50歳の娘が殺された。この二人は、ガフニーに近い老女の家で銃撃されていたのが、見つかった。7月2日、46歳のスティーブン・タイラーが、その電化製品と家具の店で撃たれて死んだ。その娘で10代のアビーは重傷を負い、その傷が元で2日後に死んだ。このニュースは、地元新聞から全国紙や、 国際的なメディア、例えば CNN、ABC ニュース、ウォールストリートジャーナル、イギリスの BBC でも取り上げられた。7月6日、ノースカロライナ州ガストン郡で強盗を、働いているという緊急呼び出しに対応した警察が銃を向けている容疑者を射殺した。容疑者のスポーツユーティリティビクルにおける弾道学の検証で、 この男が連続殺人犯であることを示唆しており、後にパトリック・トレイシー・ブリスであると判明した。ガフニーはサウスカロライナ州の北部にあり、座標では北緯35度4分18秒整形81度39分00秒。 北緯35.07167度整形、81.6500度、35.07167-81.6500に位置している。チェロキー群の中心に近い。ノースカロライナ州シャーロットからは南西に55マイル、サウスカロライナ州のグリーンビルからは北東に50マイルに、あり、どちらも、週間高速道路85号線で結ばれている。 シャーロットとグリーンビルには大きな空港もある。ジョージア州アトランタからは北東に約190マイルにある。州内、スパータンバーグ市が最寄りの大都市であり、週間高速道路85号線で21マイルである。週間高速道路85号線はガフニー市の北縁を通っており、出口は90番、92番、95番の3カ所がある。 アメリカ国道29号線が、市の中心部を通り北東は9マイルでブラックスバーグ南西は10マイルでカウペンスに至るサウスカロライナ州道18号線で北のノースカロライナ州シェルビーまで17マイルでありその途中で州道18号線となり南に19マイルでジョーンズビルに至る州道11号線では 国勢14マイルで、ジスニーと繋がっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は8.35平方マイルであり、このうち陸地8.32平方マイル、水域は0.03平方マイルで、水域率は0.31%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ガフニー氏は、市長、市政委員会に、 政府形態をとっており、市政委員は市内6つの小選挙区からそれぞれ1人が選ばれている。ガフニー市の公共教育はチェロキー軍教育学区が管轄しており、公立学校は以下の通りである。私立学校高等教育期間2005年から2006年の教育年度でガフニー高校は州内高校でも最高のランクになるパルメットズファインレストに選ばれた。 試験の成績も上昇しており、卒業率も高くなっている。ガフニーは、週刊高速道路85号線沿いにあり、アトランタからシャーロットの途中である。公共交通は、ガフニーキャブカンパニーが、比較的低料金で運行している。サウスカロライナアップステート地域には、南西240マイルのグリーンビルスパータンバーグ、国際空港と、 北東に約48マイルのシャーロット・ダグラス。国際空港の2空港を利用できる。最近の研究で、軍内にも空港が必要であることが証明されてきた。チェロキー軍は、州内で空港のない唯一の軍である。新空港の建設に向けて、連邦、シフに支援要請が行われている。週間高速道路85号線出口92番、近くに、ピーチョイドと呼ばれる。 給水塔があることで、ガフニーはサウスカロライナ州の桃の首都であることが知られている。この給水塔は外観が桃の形に似ており、美観と実用性を兼ね備えている。ネットフリックスが配信するハウス・オブ・カード野望の階段の主人公、フランク・アンダーウッドは、ガフニー生まれでアメリカ合衆国会議員である。民主党多数党院内幹事となる。その第三章で、 10代の少女が携帯メールをしながらの運転中に有名なピーチョイド給水塔の近くで車をぶつけた後にアンダーウッドがガフニーに戻ってくる。ありがとうございます。